早速ですが、日本にも特殊部隊があるのをご存知でしょうか。今回は、自衛隊最強の部隊、特殊作戦群を詳しく見ていきますね。日本にも、すごい特殊部隊があったのを、ご存知ない方も多いでしょう。現代の忍者ってところですかね。極秘任務をしてるかも。陸上自衛隊において、特戦群と呼ばれる秘密のベールに包まれた部隊が、特殊作戦群である。特殊作戦群、ズヌスドフ、スペシャル、フォーシーズ、グループ、スフグプは、防衛大臣直轄の陸上総隊に所属する部隊で、防衛省から、公式に、陸上自衛隊における、特殊部隊と定義されていて、その編成や活動などについて、詳細な内容は、安全保障上の理由から公表されていない。川口海二氏の漫画、空母息吹では、中国軍に奪われた日本最西端の与那国島奪還作戦において、深夜に自由降下を敢行して敵地に潜入し、第一空挺団の降下を誘導する役割を果たしていた。部隊の創設は2004年3月で、アメリカ陸軍の特殊部隊として、古くは、ベトナム戦争で名を馳せた通称、グリーンベレーとして、有名な、US、アーミー、スペシャル、フォーシーズ、エアーボーンや、対テロ特殊種部隊、デルタフォースのような特殊部隊を目指して設立され、対ゲリラ掃討戦、敵地、及び、敵部隊の偵察、石膏、後続する正規部隊の先導のための、敵地突入、空挺部隊の降下地点の先手誘導、爆撃機や攻撃機の爆撃誘導など、最前線で、敵地に潜り込み橋や頭砲を築くことが、主な任務となるほか、デルタフォースと同様に、敵の後方撹乱や破壊工作なども行うとされている。特殊作戦群の本部は、第一空挺団の拠点である、奈良市の駐屯地にあり、その編成は約300名と見られているが、詳細は不明で、訓練方法などについても、防衛秘密とされ、有事の際には、他の陸上総隊の霊下にある、奈良市の第一空挺団、長崎の水陸機動団、木更津の第一ヘリコプター団、第102飛行隊、宇都宮の中央即応連隊などと連携しつつ行動するとされている。特殊作戦群は、その任務から、他の部隊と比べて、個人装備においては、多種多様なものが、整えられており、迷彩服を見ても、通常迷彩服の他に、濃紺の迷彩服などが支給され、戦闘服においては、一般用、航空用、空挺用、機甲用、市街地用が支給されている。標準装備銃は、アメリカのコルトファイアーアームズ製の M4A1 で、アメリカ海兵隊でも使用している小型軽量で、単銃身の取り回しのしやすい 5.56mm。ナトー弾を使用するアサルトカービンや、特殊小銃 B として、ドイツのヘッケラー、アンドコッホ製の同じく 5.56mm、ナトー弾を使用する、アサルトライフルも使われていることが、確認されている。その他にも、ケッヘラー&コッホ製の短機関銃、SGM、MP5、や自動小銃、M27、アメリカのシグザウェル&ゾーン製の短機関銃、SIG、MPX なども携帯、あるいは調達されているのが確認されており、多彩な任務に応じた使い分けをしているとみられ、隊員は、どの銃も完璧に使いこなすことができるように訓練されているという。また、陸上自衛隊の正式銃である、89式 5.56mm 小銃や、2020年に正式調達が開始された、20式 5.56mm も保有しているのが確認されているほか、拳銃もまた、自衛隊の正式拳銃である 9mm 拳銃や、ケッヘラー&コッホ製の USP、さらには、狙撃任務時に使用するアメリカのレミントンアームズ製対人狙撃銃 M24A2 や新しい銃器カテゴリーの PDW、パーソナル、ディフェンス、ウェアポン、個人防御火器である、ケッヘラー&コッホ製の、MP7 なども、
調達していると見られている。また、一般部隊にも配備されている、携帯式の軽機関銃、ベルギーの FN ハースタル製の 5.56mm、NATO 弾仕様の、ミニミも配備されている。その他にも、個人用暗視装置、JGVS、V8、や通常部隊の装備品は、すべて揃えられていて、それらのすべてを確実に操ることができるスキルを、全員が身につけることを義務付けられ、厳しい訓練が行われていると言われている。特殊作戦群は、陸上自衛隊の公式行事などには、ほとんど姿を見せることがなく、自衛隊員であっても、その姿を実際に見たことがある隊員は少ないとされ、何らかの形で人目に触れる際には、顔を隠す目出し帽などを着用して、必ず顔を隠していて、家族にさえも自分が特殊作戦群所属であることは知らせていないという。隊員の選抜については、発足当初は、第一空挺団を母体としていたために、空挺団から優秀な隊員を選抜していたのであるが、現在では、全国から、職種の区別なく選抜されている。選抜試験について、その受験資格は、全く公開されておらず、防衛省訓令においてのみ、特殊作戦隊員の要件が公開されており、空挺基本工科課程、もしくは、空挺基本工科課程と特殊作戦課程両方の履修が必須であるとされているのであるが、レンジャー資格については、特に明記されていない。これらの資格要件は、試験合格後に取得することが可能であり、前任の職種には関わることなく、資質を持ち合わせた隊員であれば、受験が許されるとされている。選考検査、セレクションから、教育、特殊作戦課程を経て、特殊作戦群の隊員になれるのは、訓練参加者全体の1割から、多くとも3割程度とされ、レンジャー課程教育より過酷なものである。約2週間の最初のセレクションをクリアした隊員は、さらに1年間をかけて、特殊作戦課程で選考されるのであるが、空挺機章を保有していない隊員は、第一空挺団の基本工科課程を経てから、特殊作戦課程に入る。陸、海、空の各自衛隊の各種教育を受けることが必須とされ、海上自衛隊のスクーバー課程、水中処分員、施設機雷や海中の不発弾処理など、戦術の漫画で取り上げられた陸上自衛隊の自由降下課程、冬季遊撃レンジャーなどを受けるため、一人前の隊員になるまでには、最初のセレクションから、かなりの年数を要し、その間を耐えて生き残った隊員は、心身、ともに、陸上自衛隊でも屈強で、最強な隊員となるのである。そして、隊員となってからも、彼らには、過酷な訓練が課せられ、例えば、射撃訓練では、標的の脇に隊員を立たせておき、そこから 10m 以上離れた地点を走りながら、拳銃の実弾で的に命中させるなど、信じられないものもあるという。そのような訓練に耐える、隊員たちのプライドと任務遂行への意識は、非常に高く、そのためであれば、隊内の過酷な訓練の他に、休暇と自費を費やして、海外の民間軍事会社などが主催する、研修などに参加する隊員が多いとされている。彼ら特殊作戦群に与えられる、敵地に潜入しての、裏小作や情報収集などの任務の裏では、要人暗殺などの影の任務に対応可能な訓練も施されているとされ、その働きを称して、現代の忍者とされている。特殊作戦に関する、教育等を受けた特殊作戦群の隊員は、特殊作戦起床を、自衛隊の施設内で、軍長が必要と認めた場合にのみ、左胸ポケット上に着用できるとされる。特殊作戦起床は、日本国旗の日の丸と、正義や軍事力を意味する剣、獲物を吸収するトンビ、
陸上自衛隊の気象の桜星と神木の榊からなっている。この特殊作戦気象を着用する際の彼ら特殊作戦軍隊員たちの毅然とした姿勢と表情、使命感に燃える瞳は比類なく凛々しく神々しいものであろうと思われてならない。